トゥーレ。トゥーレ、ギリシャ語、ラテン文字表記は様々ある。シーリ、タイル、ティラ、トゥーリー、ティロン、トゥーラ、サイオール、サイリー、ティラ、ティラなどは古典文学の中で語られる伝説の地で、通常は島である。古代ヨーロッパの説明や地図によれば、トゥーレは遥か北、しばしばアイスランドの、おそらくはオークニー諸島、セトランド諸島、 スカンジナビアにあると、また、中世後期やルネサンス期には、アイスランドやグリーンランドにあると考えられていた。またそれとは別に、バルト海のサーアーレマー等のことだという考え方もある。中世地史におけるウルティマトゥーレは、基地の世界の境界線を越えた、世界の最果てを意味することもある。ウルティマトゥーレを、グリーンランドのトゥーレを、アイスランドのラテン名として使用する人もある。 トゥーレについての最初の記述は、ギリシアの探検家ピュテアスの太陽オンザオーシャンに見られる。紀元前330年から320年の間に彼が行った旅行の出記であるが、これは現在は失われている。彼はおそらくギリシアのマッサリア、現在のマルセイユにより、取引の商品の由来を確かめるために派遣されたと思われる。 彼の発見に関するいくつかの記述は残存するものの、その内容については疑わしいものも多い。例えば、ポルビオスによる、紀元前140年の著書、歴史の串部間に、ピューテアスに研究する部分がある。彼の記述は、多くの人々を間違った方向に導いた。彼は、ブリテン全体を徒歩で横断したと述べ、その外周を4000スタディアとした。 また彼はトゥーレについても、その伝説の地には、地面や、海や、空気の区別がなく、その三つが混然となった、歩くことも航行することもできない、すべてが混ぜ合わさった、いわばクラゲのようなものだと述べている。ギリシアの地理学者で、歴史家のストラボンは、著書の地理書、アイカン第四章でトゥーレに触れ、エラトステネスの、人が住んでいる世界の幅の計算や、ピュテアスの、 ブリテンから北へ矛を向いた凍った海の近くの注釈について記述している。しかし彼はこの主張に疑問を呈し、詳細な調査をすると、ピュテアスは大嘘つきだと分かった。ブリテンと言えるね、アイルランドを見たことのある人々は他の小さな島々やブリテンについて話すことはあってもトゥーレについて話すことはなかった。と書いている。ストラボンはまた次のようにも、 いい勘大5章述べている。マッサリアのピューテラスはトゥーレについて語り、そこはブリテン諸島の最北よりもはるかに北、そこでは、下地の太陽軌道が北極圏並みだという。しかし、私の過去の読書範囲では、他にトゥーレについて記述してる人はいない。はっきりとトゥーレという名で呼ばれている島があるわけでもなく、下地の太陽軌道が、 北極圏並みの北方に人がい可能なわけでもない。ストラボンは四巻第五章を次のように締めくくっている。我々が知り得るトゥーレに関する過去の情報からは、その存在一切はっきりしない。そのため、トゥーレとその名で呼ばれるすべての国は、最北の果てにあるとされる。それから、ほぼ半世紀を経た七十七年、大プリニュースが著書、博物誌を出版し、 その中で彼もまたピュテアスのブリテンの北に高校6日という主張二巻第七十五章に触れている。また四巻第十六章でブリテン周辺の島々について議論する際には次のように記述している。話題に出てきたうち最も遠いのがトゥーレである。そこでは驚いたことに真夏太陽がカニザのあたりを通過する頃には夜が全く訪れず逆に真冬には 昼が全く訪れない。そして、それがおそらく1日中、あるいは一晩中、それぞれ6ヶ月ずつ続くのである。最後には、島の位置について、彼の解説した場所から、真北の果ての地と推定し、バイカン大34章に次のように記述している。リーフェイの丘から、月帯方向に、まっすぐ北上するとトゥーレに至る。そこでは、日夜が6ヶ月ごとにやってくる。 モロシュース、384から420 a d や、アイルランドの修道士ディクイル、8世紀後期から9世紀初期のような他の古典派分泌家や古典期以降の分泌家も、トゥーレは、アイルランドやブリテンの北や西にいると記している。ディクイルは、トゥーレが、フェロー諸島と思われる島々の向こうに存在すると記述し、強くアイスランドを示唆した。 歴史家プロコピウスの6世紀前半の著書によれば、トゥーレは大きな島で25の種族が居住しているという。実際には、プロコピウスの述べたトゥーレはスカンディナビアのことだと思われる。というのは、いくつかの種族が簡単に特定され、その中にはゲータ人やサーミ人が含まれているのである。彼はまた3世紀から5世紀にわたって活躍したヘルール族が ランゴバルド人に敗れて帰還する際、バルニ族やデーエンジンをやり過ごし、海をトゥーレに渡り、そこでイエー屋と族の近くに住み着いたと書いている。アントニウス・ディオ・ゲンデスによるキリシア語の小説は、西暦150年かそれ以前に書かれたもので、トゥーレの不思議と題されている。ブリティッシュ・コロンビア大学の名誉教授ジェラルド・エヌ・サンディは、ホテオスの旧世紀の著書を翻訳する際、 導入部で、トゥーレとはおそらくアイルランドのことだろうと推測している。5世紀の初め、クラウディアヌスは、彼の死、オノリウス皇帝の第四人気バイブ館で、テオドシュース一世の征服した土地について熱狂的に、語り、次のように歌っている。オーカデス、オークニー諸島は、サクソンの虐殺で赤く染まった、トゥーレは、ピクト人の地で暖かくなった。 氷に閉ざされた、キベルニア、アイルランドは殺害された、スコットランド人ので濡れたこれによれば、トゥーレがスコットランドだったことになる。しかし、第二の詩、ルフィノスに反して、セカンドポエマで、クラウディアヌスは、トゥーレは、北極星の下、氷に閉ざされていると書いている。時間とともに、世界は東をインド、西をトゥーレに挟まれていると考えられるようになった、ことが、ボエティウスの、 哲学の慰めに表されている。ローマの歴史家タキトゥスは、義理の父、アグリコラの人生を年代順に記録した著書の中で、ブリテンは島であることをローマ人がどのように知ったかを説明している。アグリコラはその指揮官であった。彼はローマの船がブリテンの周囲を航行し、オークニー諸島を発見したと語っている。また彼は、船の乗組員はトゥーレさえ見たが、 冬が間近だったので、そこへ行くことも探検することも禁止されたとも述べている。中世の間、トゥーレの名前はしばしば、グリーンランド、スバルバル諸島、アイスランドなどを意味するのに使われた。ブレーメンのアダムのハンブルク教会誌でも同様で、おそらく古い文筆家がトゥーレを、どのように表現したかを説明しているのだと思われる。トマス・ウィールックスのトゥーレと題されたマドリガル。 叙情端子は、次のように書かれている。トゥーレ、天地学の期間凍ったフードを溶かして空を、温めよこれらの出来事は不思議に見えるが、さらに不思議なのが私だ。アンダルシアの商人は、帰る保護が奇妙に燃え盛る様をスペインに、伝えよこれらの出来事は不思議に見えるが、さらに不思議なのが私だ。トゥーレは、ゲーテの死、昔トゥーレに大アリティエスを永遠慶に品ーレ。 にも書かれ、シューベルトの曲も付けられて有名である。ロングフェローは、遥かなる目標ウルトマチューレという詩を書いた。1910年、グリーンランドの探検家、クヌートラスムスセンは、グリーンランド北西の海岸、現在のアバンナ地方に、イヌイットの自治区を設け、神話から名を取ってトゥーレと名付けた。1953年、トゥーレは空軍基地になり、 アメリカ空軍により運用されている。住民は北に67マイル、北極、点からわずか840海里のカーナー区に強制移住となった。古代エスキモーと現代グリーンランドのイヌイットの祖先の民族はトゥーレの伝説から名前をとってトゥーレ族と名付けられた。南トゥーレは南大西洋の南サンドウィッチ諸島にある最南端の島3つ。 ベリングスハウゼン島、クック島、チューレ島の集合である。地の果ての島であることから、トゥーレの名を与えられた。南、トゥーレの島々は、イギリスの海外領土となっているが、人は、住んでいない。アイスランドスコットランドゲール語では、イネスタイル、つまり文字通り、トゥーレの島という。ヘンリー・ハンデス・リチャードソンが1929年に、書いた、小説、 ウルティマ・トゥーレでは、オーストラリアの植民地に設定された。トゥーレの名は、周期表第69の元素、ツリウムにも使われている。ナチ神秘主義者は、トゥーレやヒュペルボレウスがアーリア人の古代起源だと信じていた。これは19世紀にコーネリアス・オーバード・リンデンにより、発見されたフリジア語の原稿にまつわる噂から始まったものである。 原稿は1933年にドイツ語に翻訳され、ハインリヒヒムラーに指示された。この原稿は、言語学的に見ても、文化人類学的に見ても、間違いなくまがいものである。伝統主義派の解説者、ルネ・ゲノンは、創始の部分だけトゥーレの存在を信じた。文章によれば、トゥーレ教会は1919 19年に設立されている。教会は、ドイツ労働者党、 後の国家社会主義ドイツ労働者党、NSTP、ナチ党に深い関わりがあった。設立メンバー3人の一人が、アドルフ・ヨーゼフ・ランツ、自称ランツ・フォン・リーベンフェルスである。リーベンフェルスの伝記で、著者のウィルヘルム・ダーム、ウィーンの医者は次のように記している。トゥーレ教会の名は、神話のトゥーレ、つまり、消滅文化である北欧のアトランティスから取った。 トゥーレに住む超人の民族は魔力を通じて宇宙と繋がっていた。彼らは20世紀を遥かに上回る精神的、技術的パワーを持っていた。この知識を持って祖国を救い、新しく北欧、アーリア・アトランティックの民族を生み出さなければならない。新しいメサイアが現れて、人々を目的地へと導くだろう。SA の歴史を記した彼の著書。 揺るぎなく堅固に歩む MIT、ルイグフェステムシュレット、1998年では、1943年から1945年まで、ヨーゼフゲッペルス宣伝大臣の副官を務めた、ウィリフレット・ォン・オーフェンが、トゥーレ協会のトゥーレは、歴史的にピュテアスのトゥーレであることを確認していい。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。